はい、ということで一応ちょっと何回か1回ですかねやられて地図なくしたりとかして作り直してきました。さてじゃあこれちょっとはめていきますかね。これがこっちでこうかな。一応これで9枚ですかね。9枚の地図が完成ですね。でやっぱりもともとがこの松のバイオームっていうんですかね、松がいっぱい生えてるところだったんで、もうここら辺りも全部もう松に埋め尽くされてましたね。でまあこうやってパッと見るとやっぱり、まあ、自分の中では拠点的にはまあこの巨大建築物があるところですかね。あっちまでちょっと伸ばしていきたいなと。まあこっちはまあまだ完成してないんでね、まあぼちぼちやっていきながら、まあ、拠点の方もまあ今後伸ばしていこうかなと思うんですけど、今回まあ自分いつもマインクラフトですかねやってる時に、まあ、ふと気づいたんですけど、大体この一番最初の拠点、ここですね、このなんか周りとかぐらいしか冒険してなかったんですよね。それなんで、まあ、ぶっちゃけもう大体この範囲からあんまり遠出とかですかね、まあ、するっていうことがほとんどないので、もう今回ちょっともう冒険に出ようかなと。でまあ地図も完成したことですし、まあ、あとはもう村長もいるんでね、もう村長にあともう丸投げします。でこっちの畑の方ですかね、一応新しく作ったんですけど、2人今農家の村人ですかねいるんですよね。でこれ仕事をさせてれば確か繁殖してくれたような感じがしたんですけど、まあわからないんで、まあ、こっちに閉じ込めて、一応ここ部屋ですかね、まあ、繁殖できるようななんかそれっぽい部屋にしました。でこれ一応レッドストーントーチいっぱい置いてるんですけど、こう普通の松明ですかね外すと、まあ、これだけやってても敵が湧くんですよね、この中に。で一度村人がこの中にいる時にスケルトンかなんか湧いて出てきて、で気づいたらもういなくなってたんで、あ多分やられたのかなと思ったら、多分どっか外かどっかに出てたのか、まあ、なんか生き残ってたみたいで、一応この中にも、まあ、赤っぽいものをいっぱい入れてみました。それなので、まあこの拠点ですかね、ちょっともう自分の中で少しの間離れようかなと思うので、まあ子供を何人か繁殖させてね、でもこの周りももう敵が入ってこないようにフェンスで囲んで、で向こうのこのゾンビ治療ですかね、あっこの周りもフェンスで囲って、まあ、敵があんまり近づかないように今作ってるんですよね。で自分が今回ですかね、その冒険に出る場所、まああんまり近すぎても面白くないですし、まあ散歩がてらで行けるぐらいの距離がいいかなと思って一応考えてる場所がですね、ただその場所に行くのにまあそこまで時間はかからないとは思うんですけど、まあ持ち物、まあ、この拠点ですかね自体はもう何もないとこから作り始めたので、まあ、今回も次行ったところではそんな感じにしようかなと思うので、まあ、アイテムも全部預けて、で、まあ、できれば経験値もねなくしていきたいんですよね本当は。でですね、その次行く場所、まあ、新しく拠点を作る場所ですかね。というのが、あれ防具つけたままになってる。まあ多分もうマイクラやってる人ならもう誰しも聞いたことがあると思うんですけど、まあその場所というのが、よし。そうですね、その場所というのがこのマイクラの本当にもう一番端っこ、ファーランド、あっちに行こうかなと。でファーランドのその本当にもう隅っこですかね、まあ、マイクラのその隅っこですから3000ぐらいだったかな確か。今が多分232とかなんで、まあ、ざっと、まあ、約3000ぐらいですかね、離れたところにそのファーランドっていうのが存在するんですけど、まあ、そこに行こうかなと。まあ、ですけど、まあ、今からね歩いててもねちょっと大変なので、まあ、そこはまあまあコマンドで飛んでいこうかなと。でまあ、そこでまあ何をするかっていうのは、まあ、またちょっと向こう行ってから、まあ、ご説明しようかなと。ただファーランドですかね 1.9.4 とか 1.8 で行ったことがあるんですけど、バグが結構あるんですよねやっぱり。それなのでこの今 1.10.2 ですかね、新しいバージョンにはなってはいるんですけど、まあ、多少のバグがあるので、まあ、セーブデータですかね、壊れないようにちょっとバックアップ取りながらやっていこうかなと思います。ではちょっとそのファーランドに行きましょうか。なのでちょっとそこまでかっ飛ばします。はい、ということで一応ファーランドに来ました。ただねこれバグで今ちょっと体が半分ぐらい埋まってるんですよね。でこれ今いる場所っていうのが本当にもうこのマイクラの外の世界、ファーランドの部分にいるんですけど、ここにずっといたらやられてしまうんですよね。で多分この中が本当にもうマイクラの角っこですね。あ、入れた入れた。だってこれまだ生成されてないんですけど、この生成されてない時に行くと落ちていくんで、一応大丈夫なのかな。前に来た時にはですね、これ木とかですかね刈ると回収できずになんか復活してたんですよね。いけるかなあ、いけないな。やっぱりこれバグで壊すとパカッと復活しない。あ、復活した。こんな感じのなんかバグとかがあるんですよね。ただこれ少し離れて別の木とかですかね。ちょっとこれ生成されるまで待たないといけないですね。多分ここら辺の木も同じように復活したんじゃないかな。ここら辺は大丈夫かな。ああ、ダメですね。回収できないんで多分復活するんじゃないかな。ああ、やっぱりそれなので少し離れた部分ですが、確かこっちの木は大丈夫だったと思うんですよね。さあ、いけるかな。あ、こっちもダメだな。でこのような葉っぱもなんか復活してくるんで、まあこのおお、びっくりした。いきなり出てくんなや。まあということでこのファーランドでじゃあ何をするのかというとですね、この壁の向こうがまあファーランドなんですけど、日が今沈んでるのかな。あ、沈んでるな。ちょっとまあ方角的にはちょっと反対になってはしまうんですけど、まあ、このファーランドの隣で、まあ、今回というか、まあ、次回からファームランドを作っていこうかなと。まあ、要はなんか牧場みたいな感じですかねをちょっとやっていきたいなと。まあ、何せちょっとバグがあるんでこれをまあなんとかしないといけないんですけど、まあ多分生成とかですかねされていけばなんとかいけるかなと思うんですけど、ダメかなやっぱり。あ、ちょっとダメですね。このバグはまあなんとかまあもう無視していくかなんか、まあ、対策はできれば、まあ、対策をしようかなと。でまあ、ここにまあ作っていくその拠点ですかね、今回、まあ、新しくやっていこうかなと思うのがですね、ガチのちょっと実家ですかね、うちのワイノアの実家を、まあ、モチーフにしてちょっと作っていこうかなと。というのもですね、うちもう昔から家が農家なんですよね。で米とか作ったりとかしてるんで、まあ、それなのでこのファーランドの隣に、まあ、ちょっとギャグっぽくじゃあファームランドでも作ろうと思って、ただ単に思いつきです。でこのマイクラ始めた時に、まあ、巨大建築物ですかね、まあ、やりたいっていうふうに今途中まで作ってはいるんですけど、もう一つやりたいことがあって、それがこのまあ、実家っていうんですかね、まあ、それを、まあ、作れたらなと。でたまたまこのファーランドですかね、ちょっと名前もファームランドとファーランドとよく似てるんで、あそれやろうと思ってまあ、今回ですかねちょっとやっていこうかなと。でまあ幅的にはね結構なちょっとその実家の家とかですかね、その周り、まあ、うちにある畑とかですかね、田んぼとかもあるんですけど、まあ、そこら辺をできるだけまあ再現していこうかなと。まあ、ですけど多分、まあ、まずはまあその基礎の部分ですかね、それをちょっとやっていかないといけないんで、まあ、土があれもしかしてここには夜という概念がないのかな。今なんか夕方だったのが一気になんか昼になったりとかしてるので、ただねどっか確か土ですかねとか回収できる場所があるはずなんですよ。それをちょっとそのポイント探してから、まあ、土であったり木であったり回収してからやらないと、まあ、できるかどうかがわからないんでね。ああここもダメか、もしかしてここら辺一体全部ダメなのかな。あここら辺もまだ生成されてないですね。で豚とかなんかあっちの下に埋まってるし、それなんでこの生成されてないのが怖いんですよね。そのままもう奈落の底にピューッと落ちていくんで、あーダメかな、回収できないかな。まあそれはまあなんとか次回までにちょっと対策を練りたいなと思います。それなのでまあ今回はまあこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。なので次回までにその基盤となる材料ですかね集めれたらなと。ただやっぱりもうこのファーランドはもうバグがどうしてもあるので、まあちょっと、まあ、自分の中ではまあもちろんまあいけるとこまでやってみようかなと思いますけど、まあ、もしこのバグのせいでできないようであればまたちょっと別の場所ですかね変えてからまあやっていこうかなと思います。ではでは今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたね。あ武器がない。